自分の好きな話題の時はめちゃくちゃ饒舌で反応が良いのに、興味のない話になると無反応でそっけなくなる有岡大樹。タイトルがいいね、面白いね。え、ヨウちゃん、あそこのサウナ行ったの？やばいよね。え、あそこの外気浴やばくなかった？てかさ、水風呂やばくなかった？もうさ、超適温で最高だったよね。え、サッカー、クリスチャーロナウド、ああメッシ、ああいいよね、早いよね、ああへえ。まあまあ、うん、いや確かに我々は分かるなっていうあるでしょうね。僕もそのネタ用意してあったぐらい、なんか有岡のね、結構あるあるなんですね、これはね、はっきりしてるんだ、うん、そうですね、分かりやすいもん、うん、やぶくんタイトルがいいよね。ああ、末っ子みたいな顔してた。そう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 、プラス最後のあの顔すごい。そうなんですよ、ね。